開発チームに人が10人いたら10人分の仕事になるというわけではありません。場合によりますが、10人いたらおよそ7人分ぐらいの作業量ですかね。それはマネージメントの仕事が増えるからです。つまり人を管理するための仕事。 100% 自らの仕事に専念できる人がいたとしても、それだけではチームが回りません。その仕事の量や方向を管理する人、それを会社などの団体とやり取りする人は最低限必要です。それ以外にも制作物の方向性を定めて監修するということは必要です。ディレクターが直接やることもあるだろうし、一定以上の大きさの作品ならリードデザイナーとかリードプログラマーがいてクオリティコントロールをすることもあるのではないかなと思います。有能な人がリーダーになることで自らの制作物を量産できないということはよくあります。ゲーム制作経験が深い人がマネージメントに回ることで、その人が作れた分の成果物が得られないということももちろんあります。だけどチームってそういうものです。実力のある人がブレインになり、制作物の方向性やクオリティを整え、チームの運営を円滑にして先に進む。数人で行う小さいプロジェクトなら人がフルに動くことができるかもしれないけれども、チームが大きくなればなるほど運営のための力というのが必要になります。また人が多くなれば意思の疎通を取るための時間ももちろん必要になります。単純に制作物にまつわることだけではなく、ツール、セキュリティ、あとルールなんかもそうですね。チームメンバーが全体を俯瞰しやすくするため、各チームの成果物報告会を開くことをお勧めします。つまり例えばキャラクターチームは特定期間内にできたキャラクターを見せプレゼンをすると。単にお互いのチームで作っているものが分かるだけでなく、プレゼン能力がつき、人に見せる仕事に対して意識を深めることができるのでおすすめです。ゲームはどの道をお客さんに触れてもらうもの。その前に多くの人に見られることは作品を磨くためにも役立ちます。